皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズベイクンです。ニオ実況続きいきます。よろしくお願いします。というわけで今回から中国編ですね。前回ね、海坊主に最後襲われてしまって、中国地方かにやってきて、そこの続きやっていきます。よろしくお願いします。吉川さん、吉川ってやっぱあれかな、バガボンドに出てくるやつかな。よくぞ来られた。それがし出雲国を預かる吉川広家と申す。毛利元家当主に代わり、それがしがお話を賜ろう。先の頃より石見の銀山に地味毛利が出没し、銀の採取もまなる。銀は毛利家の貴重な財源、安仁殿の鬼を払うという力。ここは一つ毛利を助けるために振るう手はもらえませぬか。というわけで日本語なんとか読んでいきました。今回もね、よろしくお願いいたします。石見銀山は日本最大の銀山である、産出される良質の銀は日本国内のみならず国外にも輸出され大きな利益を上げた。そのため他の大名から狙われやすく、出入り口の位置や内部の構造は部外者には秘密にされた。毛利家の財源として銀山開発は加速し、行動は追いつかなかった。火の光の届かない地下深くまで伸びていた。行きましょう。さあやってまいりましたよ、石見銀山。いきなりなんか敵のなんかあれやな、回ってんな、なんか回って、おお、宝いきなりゲット、ありがとうございます。どけし2つ、バイラクだな。なんやな、いきなり道複雑やないか。おお、なんや、晴らす手立てを探す。明日か、毒食らうんかなあれ。おい、届くんかそれ。さすがに届かないの、君の狂犬といえど。さすがに私には届かない一撃。オッケー。こっちはこっちは、これなんの、これなんなん、いけんの。何これ何これ、あのあれかな、お調べられるやん。この装置が空気を循環させてるようだ。重要なんかな、これなんかあのね、バイオハザードとかでよく出る空気を、体をきれいにしていくやつかな。あ、毒ってる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 。あれでも大丈夫やぞ俺。毒耐性あるってこと。なるほど、毒のゲージがちょっとずつ増えてってんのか。ごめん、何言ってるか全然わからなかったわ。あの人何言ってるかわからなかったけど、ここはもう完全に下行ったら絶対に毒ってことね。オッケーオッケー。ってことはさっきのとこからなんかせなあかんのか。まずじゃあ下に落ちるわけにはいかんから、あの循環器、あーやめてーやめて、そういう意地悪やめて。敵おる敵おる敵おる、ちょい。あ、そうそう、ライキリライキリライキリが今回持ってきましたよ。あの美人から受け取ったライキリをね。なので私は上に登りましょう。よし、ちょっと無駄にね食らってしまったんで一回回復してきたんだが、こっち側から降りたらあかんよね、とりあえず。はい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 、オッケーオッケー。雷キの餌食だよ、雷属性からね。あの黄色い数字が出てるあれがね、雷属性のダメージ。さあ調べていく。おいかん、もうそこまで鉱毒が、早う遠見を回さねば。遠見を回す、遠見っていうのがあれかな、あのぐるぐるしてるやつかな、あれで循環できんねやね。この時代にああいうなんか扇風機的なとか的な、なんていうの、機械仕掛けがあったんやね。どのぐらいの文明やったかちょっと分からへんもんね。おお、これで動かすんやな。あ、これで勝ち、フェーイ。お、吸ってる感めっちゃあるやん。いけてるんちゃう、これで。これで下いけんのかな。ほう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 、さっきの揺れで遠見が壊れちゃった。そう、動いてるで。どうなん、勘違いじゃないのねえ。これは危ない危ない、怖い怖い怖い、オッケーオッケー。ほら、こっち行ったんか。あ、めっちゃ働いてるやん。働いてるとこ申し訳ないな、なんか。働いてるとこ申し訳ないけど、背中から刺していこうか。君しか気づかんのかよ。なんのこっちゃね。あ、気づいてる、よかったよかった。あ、じゃあこれはいっぱいおるから、あ、ちゃ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 、これようやるやつ。これ俺ようやるやつ。これこれね。うわ、めっちゃ3匹持った。待て待て、働いてる人多すぎる。働きすぎ。働きすぎやろ、お前ら。もうちょっと休め。いやー、待って、日本人気質やな、お前ら。働くの必死か。縦に。待て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 、逃げて逃げて。危なしい、強しい、下で働いてるやつおるな。あいつはもうなんていうか鏡やな、働き者の鏡。毒回ろうがなんだろうが働くってやつね。素晴らしいよ君たち。お、でも毒消しめっちゃくれるやん。毒消しちょっとセットしとこう。毒消しセットしといた方がいいよね、このダンジョン絶対にね。ほんでこれタッチに変えとこう。 OK で調べる。死んだ仲間が起き上がって、成仏してくれ。めちゃかわいそう。
最後のあれセリフやんね。最後のセリフやからあんまは仲間に殺されたんやろな。かわいそうなやっちゃで。お、なんかに切れるとか。お前かーい。あ、じゃあまたあれ動かしたらええってことかな。何やったっけ、トウミ、トウミじゃない、何やったっけ、もろみさんみたいな、それを動かした。お、一撃じゃない、なんてこったい。 OK、 1060。なんかさっきクリティカルっぽいので1400ぐらい与えた時やっていけんな。こいつは背中からいこう。こいつは背中からさらばじゃいと見せかけてさらばじゃないね、このゲーム。 OK、 さらば。お、鬼おるやん。鬼さんこちらってことはあれ動かそうぜ、とりあえず。おし、降りれるね。降りて石拾って動かす。じゃあここはこれで、こ、え、後ろ終わった、びっくりした。これで攻略やろ。降りるわけにはいかん。あー、やっちゃったよ、やっちゃったよ。登れる？てか広っ。えででででででで、危ない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 。そんで、ポシポシポシ、オッケー、いいね、ライキリいいよ。やっぱり調べる、いける、で、ライキリね。お、しげ、あー、毒ってる毒ってる、どこで毒った今俺。お、強ない？これそうやね、レベル28やろ。よしよしよし、ちょっとこっちに変えよう。あれ、まだ毒ってる、永遠に毒ってんぞこれ。あ、ここもしかして俺なんかもう勘違いしとったけど、あれで空気やってるから大丈夫やと思ってたけど、ここは大丈夫なの？食らってるね。ちょっと回復しよう、回復して。ちょっと死にそうやねんけど。あれ、あの、あの扇風機動かしたらええんじゃないの。あ、動いてない。あれ、俺動かし忘れてた、やらかしたかな。もしくはこれ時間制限ある？そんな気してきた。今大丈夫やから今行こう。時間制限じゃなくて単純に俺が忘れとっただけやったら、ちょっと今すげえバカにしといてくれ。みんなでバカにしといてほしいんやけど。おらー、ライキリなめんなよてめえ。1200ありがとうございます。いや広いな、でも結構ここ。君は？君調べる。お、近づくと高毒であっという間に大動物だ。あ、これか、あ、これやこれやこれや、壊せんのかな。せーい、お、壊せる壊せる壊せる、なるほど、これを壊したらいいんか。え、じゃああの扇風機って何なん。あ、全然だな全然だな、あの扇風、あ、ドクテルドクテル、絶対俺ドクテルよね。これ壊そうぜ。せいせいせい、オッケー、どうなった。あ、まだ全然ドクテル、あ、どこ消えたってこと。あの扇風機なんなん、謎ではあるが。この石をじゃあ見つけてぶっ壊してったらってことかな。そういう感じのステージと見た。じゃあこのね、最初のとこもあんのかね。いいわ、あいつ殺そっか。あれが一定時間消しててくれてて、でその間に岩を発見してぶっ壊しゃいいって感じかな。岩岩、あ、岩出てるとこ、あったあったあった、やっぱそうやそうやそうや、オッケーオッケーオッケー、でこうこうで、これでオッケーってこと。なるほどね、システム分かってきたぞ。わー、やめて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 、よしよし、ドーン。さあじゃあこの先行ってみましょうか。はしご上に行くんか、あ、下にもあるやん上を。うわー、ドクドクしいなー。鬼もおったね。ほん で下は行きたくないか。まずあの機械みたいな見つけて一定時間解除して、ほんでもってその間に岩を探す。それでいきましょう。うわ、岩、うわで、うわ、岩じゃない、あいつは鬼ね。鬼上で働いとるやないか。結構厳しいけど、あいつやらなあかんな。あー、投げるな、あいつ。お、めちゃめちゃ遠投力あるな、お前。遠投20丸やな。オッケー、一撃。さあ、鬼。あ、ちょっと待って、これ怖いぞ。コウモリおるね。その前に鬼か。鬼の発見率半端ないな。鬼の、おっしゃおっしゃ、一撃がえげつない。で、ドカーン言うてからの、待てよ、こっち欲しいな。今、ご利用ししたら勝てそうやと思ったけども、ご利用しはしない。それが私です。さあ、これで、床よけす。1200ありがとうございます。あ、わかった。これ繋がるんじゃない？そうやね、ショートカットで、うん、ここ見たことある。オッケー、大丈夫。繋がったと。ありがたいね。では、ここ行って、ドッケ、あ、ドッケシめっちゃ嬉しいな。絶対ドッケシ必要もんね、このステージ。じゃね、預けてるんですよね。なんか持ち物が20超えるとドッケシは、あの、オーバーしちゃって無駄になるんで、預けてたんですけど、こう蹴り落とす。それがあだとなったみたいな、そういうノリ。まず機械です。うわ、ちょっと待って、コウモリ絶対おる。騙さねえぞ。ここやろ。絶対ここやろ。えい。
バレバレ。そんな声出してたら、おっといたよ。そう、これね、一回武器振っちゃったら、隠れるんよね。見といて見といて。かわゆす。非常にかわゆす。あっちやでー。さあ、ほんで、チェック。そこがじゃあ正解かな。これは一体どうしたことか。この惨状、早く殿に伝えねば。伝えなあかんな。お、なんかあっこ、怪しいな。あっこが正解かな。一回こっち見てみたいね。一回こっち見てみたら、敵さんとお宝さんかな。敵さんとお宝さん。お、美髪嬉しいね。おろそく嬉しいね。で、これ落ちたら、さすがのウィリアムといえど死ぬので、さあ戦おうか。綱網、いや、綱やな。綱渡りの矢代兵って書いてた。綱渡ってたん自分。そんな格好で。重いから、これ無理やろ、あんた。さあ、来いや。綱渡ってんじゃねえよ、そんな。そんな格好で綱渡ってん。人生の綱渡りでもしてたんか、お前は。はあ、綱渡りでよけたら人生の綱渡りみたい。お前、振りすぎ振りすぎ振りすぎ。槍振りすぎ。せーい。おいや。せーい。雑魚。綱渡っとけ、一人でな。じゃあ、そこの怪しいとこ行こうか。降りるしかないもんね。敵おる？大丈夫やね。こいつ倒そっか、まず。無鉄砲の、金兵衛。シャキーン。さあ、金兵衛来いや。えい、金兵衛。シュイン。えい、金兵衛。シュイン。あ、痛い痛い痛い。400ってあんためちゃめちゃな威力出してんはずやん。半端ないな、金兵衛。銃使えてせこいよね。ちょ、俺も矢使ったのかな。矢効かない、効かない、効かない。ちょ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 。せーぷ。ちょちょちょ、遠距離乗った瞬間銃。遠距離乗った瞬間。いや、振りすぎ。いや、振りすぎ、振りすぎ。振りすぎ、振りすぎ。振りすぎなんよ、最近の敵。なんでそんな振んの ?5 ね。6、7、8、9、10、11。振りすぎやな。なんもできんやんけ、俺。あ、じゃあ、スタミナ切れそう、スタミナ切れそう。スタミナ切れを誘っていこう。スタミナ切れを誘って、痛い痛い痛い、スタミナ切れ出る。オッケー、切れて、落ち、あ、落ちちゃった。落ちちゃったな。あいつ、帰ってくれんのかな。いや、撃とうとしてる。成功。そんなんやる？じゃあ俺もその対抗するよ。どこ行ったあいつ。鬼の音したけども。いやいやいや、まあ、なんかいろんなやつが遠距離から撃ってくんねんけど。ほらボケー。3000じゃい。あいつ消えたね。もう一回行こう。うお、来た来た。あ、こいつね、こいつね。ちょ、動画にはまだしてなかったっけ。あぶない危ない危ない。こいつね、すげえ面白いから、こいつ。クワークね。なんていうの、火だるまやったっけ、なんていうの。あー、死ぬ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 。待って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 。そこなり、そこなり。走ってきて、走ってきて。そ、なに、鍵かかってる、鍵かかってる。助けて、上に登らして。上に登りたい、俺は。爆発してんな、あいつ一人で。あいつ一人で爆発したけど、君のちょっと相手してる今ないね。階段階段階段。あった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 。階段で逃げていく。うえ、危なしでありました。え、復活すんのこれ。マジで不戦勝続きで楽やなと思ってたのにな。こんなとこでこいつ戦うの？来るよ。オッケー。で、オラってやって、あ、ほんでね、こいつ、ボン。ベーゴマみたいな感じ。ベーゴマで、ベーゴマでもないか。なんて言ったんや、これ。ウェーイって避けて、ドーンってやって、いっちょ、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 待って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 。オラって、こかしたときは実はチャンス。チャンスで、べきべきべきってやって、逃げる。おし！あったぜ。なんて言うんやったっけ、これ。火車ちゃうな。なんか、名前あったよね、ああいう。モンスターって言った絵の。ほんで、これでこれを発動させてからの岩探しの旅が始まるというわけね。オッケーオッケー。これ消えてるよね。消えてない？あ、あったあったあった。あれ、ちょ、壊しに行こう。あれ、速攻で壊しに行って、セイ、セイ、セイ。オッケー。これで勝ちやろ。さあ、あとはお前やるだけ。よいや。はい。裏浮かっちゅー。ね。ザコメガ。オッケーかな。この辺一帯の雑魚処理終わったから、ここ行ったらいいよね、多分。さあ、来いや。はい、残念。いいね。いや、いいよ、雷切りね。いい。ほんで、お、お宝ありがとうございます。いいよ。で、橋も登ったんやかな、今のところ。ドッキッシュ、よしよしよし、ドッキッシュめっちゃ嬉しい。ドッキッシュね、相当重要っぽい、このステージ。で、登ろう。トン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 。さあ、次は何だい？次も、下が、よっ、ちょうの。矢をゲット。そして君は？お、
調べる。遅れるとこで生きてきたな。鍵。最後にお天道様が見てえな。鍵。これなんかバカスキーで怖いねんけどね。ビリビリしてる。俺ビリビリしてる。もともとやったっけ。鍵ゲットしたね。これ落ちるしかないんかな。とりあえず落ちようか。んで、でも毒とかが、ああ、これ戻ってきただけや。あ、どっか俺開けてないとこあったっけ。そうや、前もそうやったんよ。あ、ここか、ここか。そうだ、実は鍵を使うとこやったっていうとこがあったんですよね。教えてもらったんですよね、コメントで。お、ええやん。ええとこ来たやん。で、セーブもあるから、とりあえず一回セーブしよう。これまた、同じようなパターンのことをやっていけばいいのかな？うわー、めっちゃ迷ってるやん、あいつ。迷ってるっていうか、なんていうかこう。あ、来んのこれ。来た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 よー。来たよ来たよ。すげー元気に来たな。入ってこれない。あ、アホやアホや。アホー。アホがいましたが、爆発する。いや、かっこよすぎだろ、こいつマジで。かっこいいか？いや、かっこいいは言い過ぎ、ごめん。かっこいいは全然ない。かっこいいはないねんけど、何が起こってる？何が起こってるのかよくわからなくなってきたけど。とりあえず、こっち来んの？こっち来んの？火吹いてる、火吹いてる。壊し、壊し、オッケーオッケーオッケー、あとちょっとあとちょっと。頑張れ、ここ攻め立てて、ここ攻め立てて逃げましょう。ここ攻め立てて逃げて、で、ボン！いや、いきなりこんなやつ徘徊してんの、普通に。勘弁して。これ来るよ来るよ。ウェーイって言って、よし、オッケー。なんとか突破していく。床用張ってるから、床用は消していくスタイル。そうやね、同じようなパターン。降りたら多分毒ってるから、あれをなんとかしたいな。お、これはショートカットの匂いがするけども、いかがでしょうか。おー、違うわ。向こうからショートカットね。いや、とりあえずあれ動かすかな。その辺ちょっと上処理しとこうか。この辺処理しとこう。いやー、マジでびっくりした。ちょ、待て待て待て、また俺毒ってるやん。もうこの罠やめて。この罠悲しい。近いよ。落ち着け落ち着け。鬼、まず俺が登る。オッケー、まず俺が登る。おー、ラッキーラッキー、ここに来れた。結局のところここに来れたから、結果オーライみたいなとこあるか。いや、焦った。とりあえずちょっともう一回上見てくる。もう一回上見てきます。ザンベシシシシスイン。あれ、っていうかここ毒ってんの、マジで。じゃあこれ速攻で動かして、え、じゃあこの段にもあるってこと。そうやんね。この段って言ったらなんかようわからんけど、ここのどっかにも岩がある。もしくは下って、俺ずっと毒ってるよね。あれ、あのなんか風システムどうなった。風システム、蹴り落とそう。蹴り落としといて、これ落下しようか。落下して、ちょっと先に岩探そう。岩見つけないと話にならない。うわ、怖っ、これ怖っ、今の。落ちる。あたたたたた、岩ちゃん破壊していく。オッケー、これでなんとか戦えるやろ。よし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 。まだ毒ってる。これもちろん、もちろん今の俺の毒状態、下手したら2つあるとかあるかな。バババババでよ。とりあえずじゃあ岩だけ探して、ここね。怖くね、これ。そこ見えへんねんけど。最高に怖い。あ、まだ毒あるわ、これ絶対毒あるぞ。あっちや、あっちや。これちゃう、これやろ。オッケー、オウムの目っぽいの見えたもんね。いやー、岩来た岩来た。いや、じゃああれ鬼、岩と鬼間違えるようわからんシステム。さあ来いや。もうこれで俺の勝ちやろ。毒ないし。はいはいはい、てめえね、てめえはこれです。てめえはこれの餌食。さらにどんどん降りに。オッケー。さあ鬼はもう諦めた。こっちもいけそうやん。うえ、びっくりした、びっくりしたよあんた。あ、岩2連戦。岩、また岩言うてもらった。岩じゃないよね。あ、待って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 、ええ嘘やん。よかった、回収できた。結構ここまで来んの苦戦したぞ。でもね、あの、岩は壊れとったから、この岩倒します。岩がね、また壊さなあかんのかなと思ってね、それがすげえ大変だったんだが、大丈夫でございました。お、雷切り、アイオード上がったってことなんで、あ、そうか、雷切り使わん、せいで、使わんでもね、装備してたら上がるよね、このゲーム。親切ゲーで。えい、えい、からの、強引なドリブルね、知ってる。強引なドリブルするの知ってるよ。床用なのか痛くないから。まあ、それ、煽ってん、ちゃうぞぞぞ。オッケー、よし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 。やっぱでもなんか鬼強なってるんかな。すげえ最近バカにしとったから強くなったんかな。ね、そんな気がする。よし、じゃあこっち行こう。こっちもまた毒ってんじゃん。でもこれ大丈夫かな。そうそう、君ね、君、さっき君がなんかどっか行ったよね。おい、せいせいせいからの、あら、あ、起きちゃった起きちゃった。待って待って、タイム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 、
さあ、どこよ、張っていく。はい。はい。逃げる。はい、はい。はい。からの、はい。で、どこよ、オッケー。どこよ、おっと、煽っていく。ほい、ほい。ほいからの、これ、右に落ちそうで怖いよね、俺、いつか。いつかやる。いつかやるだけは言っとくわ。ね。いつかね。ほんで、これ、毒ないね、大丈夫やね。よし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 。まずここ。ガチャコン。お。すまねえ。ほら、もうダメみてえだ。全く有用性のないやつね。よくあるやつ。さあ、来いや。はい、ドン。あ、これね。ポン、ポン。おー、これ結構隙あるから、あんまこの上段のこれやらん方がええんかな。すげえ気になるところではあるけども。これ右が外れっぽいよね。うわー、これはきついな。お。ろうそく、ありがとうございます。そして霊石、これ死ぬね。ってことは、こっちから行って、お兄さんいるね。で、上登れるね。調べましょうか。きっと、変な石を取ったただりじゃ、銀だけ取ってりゃよかったんだ。変な石。あれかな、毒の石のこと言ってんのかな。こいつ殺そう。うっかり三太夫。なんかさっきもなかったっけ、うっかりなんとかファンとか。八兵衛やったっけ。あーしゃ、槍か。槍めっちゃ強いんよ、この敵の槍。敵の槍ね。忍びみたいな格好しないほんで。忍者のくせに。何槍使ってんのお前。強い。こいつめっちゃ強いぞ。ヘイ！この作戦ね。この作戦ね。危なーい！待って待って待って。タイムタイムタイム。強えよ。槍強えよ。ほっ！いける！あー、よしよし、これでこれでこれで。ない、これない。して、ドン！いいやん。ええ立ち回りしてんぞ、これ。こんな感じか。違うな。待って待って。待って、こうなんねん。こう近づいたらこうなんねん。近づいたらこうなんねん、このゲーム。どうやったら勝てんねん、じゃあ。教えてくれ。早くしよう。1107個か。そろそろ欲しいね。あの鬼倒そうか、とりあえずね。この鬼は倒しておこう。まだ左もあるぞ。トン、トン。で、トン。よし。鬼の立ち回りはもう任して。右に出るもんおらんやろ、俺の。えい。あ、出た。新丸じゃないよね、やったっけ。もう忘れたわ。新トゲやったっけ。これ正解か、これさっきんとこか。戻っ、あ、そうやね。戻ってきただけやね。オッケーオッケー。じゃあ、あと、登っていただけか。はしご。これね。このはしごを登ったところが正解と私は踏んだが、いかがだ？まだ続くね。扇風機作戦やったんやかな。あいつ絶対投げてくるから、まずあいつだけは殺しておこう。遠距離野郎は、これ頭当たんのかな、こっちから。えいっ！お、3000！ えぐいダメージ。えぐいダメージでございましたが、さあ、行きましょう。うえぇ、あいつやーん！ちょ、待って、今のめっちゃかっこいい出演シーンやったな、お前。かっこよかったから、ちょっと褒めてやろうか。えい、来る来るよ。やぶね、落ちろ、落ちろ、落ちちまえ、お前なんか落ちちまえ。回復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 して。いや、強い、こいつマジで。実はさ、結構俺、なんか前回かな、なんか分からんけど、いつか分からんけど、こいつバカにした気がするんだけど、強いよね、この子。あ、1200めっちゃ嬉しいわ。1200はありがたいよ。よし。じゃあこっち行って。いや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 。よし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 。君に会いたかったんだよ、俺は。君に会いたい。今君に会いたい。ほんでこっちは、お、そこ怪しいな。てかそこ多分あれじゃない、ショートカットできんじゃない。ショートカットは何としてでも俺作っときたいから、頑張ろう。あいつかな、車の人かな。あ、お前君ね。やっとけって感じ。一人でやっときな、あれ。ほい、撃っちゃうよ。じゃあ離れるんだ。撃っ、逃げて、ドーン。あぶね、オッケー。鬼を破壊したよ。角はもう鬼だの、角だの、岩だの、めちゃくちゃ。二文字はね、なんか厄介。あ、これ来る、オッケー。二文字は厄介ということだけ言ってみましょう。二文字は厄介。あ、ちょ、おねえ、監督が勝った。戦略二刀で、これね、多分ショートカットになるはずなんで、バギャーン、開けておきましょう。スイーン。お、ここなんかめっちゃ鉱山。鉱山鉱山してるね。なんじゃ、奥の穴から化け物が来るか。
ついに来ますか。ついに来ますかって、ここもしかして。いや、それはないか。うわー、これ落ちるやつちゃうの？そうやんな。来るな。集団の構えで行こう。行くぞ。えーい、あー、来たー。バケモン来まーす。ボス戦でございます。うわ、カサカサ系やん。いや、カサカサしすぎやろ。いやー、待って待って。キモい、キモい、キモい。合体していく。うわー、そういうことか。キモい、キモい。来た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 。来たぞ。来た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 。逃げよう、逃げよう。逃げる？逃げる、ない。キモい、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 キモい。めっちゃキモい、めっちゃキモい。どこか、どこか。ちょっと待って、ちょっと待って。一回上行こう。一回上行こう。どこ回復しよう。一回どこ回復して、どっか逃げれへんか。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。見え、見え、見え。君の髪の毛でもう俺の姿は見えない。あった、あったぞ。登れるとかあったぞ。とりあえず一回登ろう。これが何よりも大事じゃないか。登って、大ムカデ。カサカサしてんな。いつ撃ったろうかな。せい。お、効くやん。お、効く、効く、効く。ちょ、逃げて逃げて。めっちゃ来たわ。思いのほか来た。思いのほか追っかけてきた。あ、なになになに？あ、いいね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 。すげえ汚いの投げられた。すげえ汚いの投げられた。これじゃあ何なの？わからへん。とりあえず殺したらいいんかな。顔面を狙ってって、チケ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 。110件出て。あ、そうやね。なるほど。そういう感じね。じゃあ俺はくない。で、避ける。あ、勝ったかもしれん。弱い弱い弱い。せい。せい。あ、それずっとやっといて、それずっとやっといて。トン。あ、いいね、いいね。予定調和。予定調和していこうぜ。予定調和。よし。でも投げ物なくなったもん。投げ物なくなったから、この爆弾投げてこう。爆弾を、あ、チカ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 、待ってな、ボタン間違えやつ。ボタン間違えやつ。え、ないないない。あ、チャンスちゃう？あ、そういうわけでもないのか。投げよう。あ、そうだ。あ、なるほど。それぞれ節々、節々ダメージありね。わかったわかった。あ、じゃあ、これの方がいいんちゃう？行くぞ。これめっちゃ全部に当たるんちゃう？いて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 、これほら。いいよ、いいよ、いいよ。わー、分かれた分かれた。結構真ん中やったんや、多分な。真ん中やってこ、真ん中やってこ。でだいよ。あれ、なんか増えてない？あ、減ってる減ってる。やっぱ減ってるわ。じゃあ、これ力詰めたつよ。逃げた逃げた。あれ弱い？勝った俺。せーい。あ、毒使ってる。どっかよくしよう。どっかよくして。なんか入ってた、もしかして。入ってた入ってた。待って。あ、でも毒ってるな。あいつらが、分散したから、足の人。おー、ラッキーラッキーラッキー。ってことかな。これで一回解除して、踏んで、毒消し使って、来たよ来たよ来たよ、この人来たよ。めっちゃ気持ち悪いこいつ。半端ないわ。オッケー。で、せい、見て、右。右ちゃんと足見えるわ。これなんか蛇みたいな。蛇が後ろ、自分の尻尾食ってまうみたいな、そんなな。自分の尻尾食ってまえ。オッケーオッケーオッケー。自分の尻尾じゃよー。勝った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 。ほら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 。おー、よしよしよし。へいへいへい。スタミナ切れて持ってるけど。スタミナ、あ、体力やばかったな。体力やばかった。勝った。おいみんな、ここやわ。アンチ。アンチです、これ。なんかしてるけど、アンチです。ただ、おお、気づいた。ついに気づいた。このままじゃいかんということに気づいた。このままじゃ俺の人生、よくない。危ない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 。落下していく。どこ行ってんの。これまだどっか行くやつかな。なんか可愛くなってきた。どうしよう。なんとなく可愛くなってきた。これ動かして、どこ行ったあいつ。あ、まだあれやね。変なとこ入っていくやつやから。おお、もう来た、もう来た。早っ。早っ。しかしね、もう私安全地帯あるんで。勝った。うわー、賢い。いやー、見て見て見て。どうも言うてるけども、ここだよ。私はここにいるんだよ。痛い。はい。あ、もうこれ以上壊せへん。なんかそんな気せん。せいせいせい。あ、そうやね。そんな感じやわ。オッケーオッケーオッケー。じゃあロックしよう。ロックして、来い。ロック、ロックできない。岩があるとロックできへんのか。柱か。なんやねんこれ。チーズできそうやな。このまま二人でぐるぐるやってたらチーズできそうやけども。大丈夫でしょうか、その辺の。あ、答えて。回復しよう回復しよう。攻撃力が高いのか。なんかあんま高いイメージないねんけど。知らん間に減ってるね。痛い。フェイ。で、スイン。弱い。しかしながら弱い。しかしながら弱いです。オッケー。
顔面を殴っていく、顔面を殴っていく。ちょっとスタミナ足りへん、スタミナ足りへん。顔面殴っていく。そこ消したから、そこを消す。あ、まだどっか行くやつね、まだどっか行くやつ。やばい、これこんな勝ち方でいい。ごめんみんな、すげえね、いい作戦思いついてしまったから、まず毒消して、へい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 、まず毒消して、で来んのやろどうせ、そっから来んのやろ、いつものとこから。あ、違う、あ、下から出てきて、あ、長なった、長なったね。撃ったろうか、じゃあ、えー、あ、でも来た来た、いつものように来ました。はい、こんにちは。待て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 、調子乗んない、俺は調子乗んない、俺調子乗る癖あるから、そこね。よし、ライキリで行こう。待て、来る、逃げろ、ドーンからの、はい、べしべしべし。痛いか、痛いのか、俺どうなった、俺どこにおる、おったおったおった、どこ、せい、あ、そうやね、やっぱこれロックせんほうがいいな、長い時はロックしないほうが。まだ言うのか、まだ飲まれた、何してんのそれ、撃っちゃうよそれ、でーん、外しちゃうよ、逃げちゃうよ。こんな、くんだ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 、出たー、トムとジェリーみたいなやつ。じゃあこれやっぱりこうやって破壊したら多分、え、達成、本体ケツ、もう本体ケツやった、マジか。お、なんか強そうな、いっぱい取ってるやないかい。頭エリ来た、オウムカデの牙、ありがとうございます。見て、かなり強なる、防御性能めっちゃ上がるわ。そろそろ官兵衛さんの防具変えた方がいいかもしれんね。でもね、これあれね、揃えてるとね結構防御力上がるから、まあちょっとその辺悩みつつ、あとね、防具のなんか連成みたいなしたら防御力引き上げれるんですよね。そういうのもしたりして、ちょっと防御力上げたりしたりしようかな、後で。で、ちょっと探索だけしておきます。OK! では、先へ進みましょう。いやー、よかった。なんか、あれやったな。なんかちょっと緊張感なかったかもしれんけど、チーズを多分ね、彼らで作ったという、そういう戦いでございましたが、いけた。嬉しい。拠点戻ってまいりました。なんとか銀行。石見の剣、かたしけない。これで再び銀行として益することができよう。最奥で見たこと、他言せぬことを誓っていただきたい。せこ。それ言ったら働く人おらんくなるからやろ。あの、ムカデおるで、言うたら。さすれば、半蔵殿が頼み、毛利の利となる限り、善処いたそう。毛利が助力をさらにお求めであれば、両川が一人、小早川秀明のもとへと向かわれるが、よかろう。ということで、兜、酒、ひもろぎの木をゲットいたしました。いやー、で、次のミッションが、次のミッションどれ？これやこれこれ。海鳴り再び、レベル38。結構えげつないレベルになってきておりますが、次回からね、このミッション攻略していこうと思いますので、皆さんご視聴よろしくお願いいたします。そして最後までご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたらね、ぜひぜひ高評価よろしくお願いします。そしてね、コメントをたくさん本当にありがとうございます。全部読んでます。ちょっとね、最近返信が、少なくなってしまってるんですけども、全部読ませてもらってます。三浦按針のね、こともね、教えていただいたり、いろんなことを教えていただいてね、皆さん本当にありがとうございます。では、次回もお楽しみに。心リンクゲームズのベイ君でした。バイバーイ。Yeah.